リアジェット85リアジェット85は、ボンバルディアエアロスペースが開発中のビジネスジェット機。2007年10月に開発が発表された。リアジェット85は、全複合材料製で、これは、ボンバルディアエアロスペースのビジネスジェット機では、初めてのものとなる。FAR パート25基準に適合する。速度は、マッハ0.82を目指し、 北アメリカ大陸横断が可能な航続距離3000回りを予定している。乗員2名、乗客8名登場可能。主翼は低翼配置で、翼端はウィングレットを有する。エンジンは胴体後部左右にあり、T 字尾翼となっている。アビオニクスとしてグラスコックピットを採用し、操縦席には LCD ディスプレイ3機が設置される。 2009年の開発完了を目指している。飛行試験1号機の初飛行は2014年4月に実施された。しかし、2015年1月にオーダーが少ないこと及び開発費用がかさんだことにより開発が中断された。ボンバルディアは本機よりも C シリーズとグローバル7000、8000に資源を継ぎ込むことに決定した。2015年10月、 正式に本機の開発はキャンセルされた。ありがとうございます。